の千年パズルとかさ、全然足りないの。あーなるほどですね。そうということで、今日の企画はえいガガ転売お断り転売屋クイズ。どういうことですか。最近さ、転売屋対策で、お店がねクイズを出してるらしくて。え、クイズ。そう、え、例えば、こちらなんて読みますか。え、あ、読みますか。いきますよ。ハイブ。はい、ダメです。完全にハイブ。はい、お帰りください。あなた転売屋ですね、お帰りください。こんな感じでちゃんとね、商品を読めない人は買えないみたいななんですよ。え、なんて読むの。ハイニューです。え、ハイニュー。ニューガンダムだから。ハイニューですから。 V じゃん。なにそれ。だからね、商品を転売目的じゃなくて、ちゃんと欲しいものなのかチェックできるクイズをやりたいんですよ。あー、なるほどですね。はい、うんうん、まずね、2人がクイズを作ってきます。あ、クイズ作ってくるので、ポイントでね、勝負をするんですが、まず、購入者がね、欲しいもの、本当に欲しいものだった場合、まあ、つまりその人は転売屋ではないですね。うんうん、確かに。まあその場合は、クイズが正解したら、2人お互いにポイント1ポイント獲得。あー、なるほど。そして、クイズが不正解だったら、クイズ出題者がマイナス1ポイントになります。本当に欲しいのに難しすぎるもの、ね、あー、なるほど。なので難しすぎちゃダメなんだ。うんうん。そして、購入者が欲しくないものだった場合、つまり、あなたが、相手が転売屋だった場合、あー、はいはいはい、クイズが正解しちゃったら、その転売屋変えちゃうので、変えちゃうね。当てた人が1ポイント、で、出題者はマイナス1ポイントです。あー、変わっちゃったからね、転売屋に。はいはいはい。そしてクイズが不正解だったら、クイズ出題者が1ポイント、転売屋が変えなかったのでね。あー、なるほどですね。バレちゃったの、転売屋って。わかりました？まあ、よくわかんないけど、やるぜ。はいはい。転売屋にはギリギリ買えないんだけど、その商品を欲しい人なら余裕でわかるクイズを作ってきてください。あー、わかりました。それではクイズを作っていきまーしょー。はい、いらっしゃいませ。あの、並んでたんですけど、その商品、くれ。こちらですね。はい、あほこちらにお並びでした。あー、はい、ここにそれが欲しくて並んでたんですけど。あ、そうですか。こちらね、あの遊戯王の千年パズルのプラモデルなんですけど。なるほどなるほど。これ今ちょっとクイズ出してるんで答えてもらっていいですか。これは欲しくて、まあこれ、あ、そう、買えたんですね。はい、これ買いに行きました、私。あ、そうですか。欲しくて、クイズ皆さんに答えてもらってるんで、で答えてもらっていいですかね。こちらのクイズ、こちらの千年パズル、とあるキャラクターが投げます。え、投げる。この千年パズルの一部のピースを。え、その投げた人は誰でしょうか。え、その青年パズルのピースを投げる、投げる、あー、投げますよね、あれ、あの、ね、名シーン、名シーン。これ欲しかったんですよね。答えられますよね。うん、まあ、答えられますね、これは。はい、じゃあ30秒あげるんで。あ、30秒。あー、なるほど。青年ピースっていうのは、何だろう、青年ピース。あー、青年ピースっていうのは、あの、金色の三角で、投げる人か、投げる人、はい、思い出せそう。あ、言いますね。どうぞ。会話、カエバさん、カエバ、ま、マサトシ。ブブ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 ブ。え、はい、転売屋さんお帰りください。転売屋さんお帰りください。正解は、城之内くんでした。あ、城之内豊かか。変ですけど。そっちか。はぁ、城之内か。あんた、いやー、ちょ、千年パズル欲しかったんだけどね。ちょ、難しいね。はい、転売屋さんお帰りください。さよなら。謝って、本当にやめてくださいね。転売はやめてくださいね。いらっしゃいませ。カランカラン、お待たせいたしました。やっと10番来たよね。え、もうお待たせしちゃって、もうそれが欲しいんだ、それ。あはい、こちらですね。はい、こちらが、こちらが欲しかったですね。超欲しい。かわいいよね。もうそうなんですね。抱っこして寝たいとずっと思ってて。そう、これもう今大人気商品で、そうだよね。もうすっごい
が絡んでまして、うん、そうだよね、はい、うん、そうだよね、うん、それね超欲しいよね。そう、こちらもうみんなが欲しいって言ってて、そう、もうこちら超欲しいやばでは、うん、あなた欲しいならクイズに答えなければいけません。わかりました。こちらは何のゲームに出てくるものでしょうか。あーね、すごい、私ね、うん、1000時間ぐらいやったんですよ、そのゲーム。そんなやったの。そうそうなんだよね。いや、よく知ってると思うわ。そうなんだよね、うん、そう、キャッチさん、これ1000時間ぐらいやったんだよね。1000時間やったんですね。もうじゃあもう分かりますよ、もうすぐ分かりますよね。もうあと15秒ぐらい、あと15秒です。どうです、こちら、とっても可愛いでしょ。うん、答えます。はい、どうぞ。のび太の牧場物語。あー、転売や、お前転売やろ、もう来いよ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 、こういうの出てきますよね。違いますよ、これ出てきますよね。これはゆうたやってたし、やってないし、なんか言ってちょっと戻って転売や。あ、はい、こちらは、はい、エーペックスに出てくるネッシーです。あー、そうだ、リオちゃん最近やってるって言ってた。そうだよ、このネッシーはね、あのね、射撃訓練場とにね、10匹ぐらいね、隠し、あ、5匹かな、うん、5匹ぐらい隠れてて、それを探すの、うん、探しても何も起きないんだけど、ただ可愛いっていう、もうマスコットなのよ。わかる？頭に入ってこないけど、そう、わかった。何が伸びたのよ、伸びた牧場のことみたいな。なんか、ちょっとあの店員さん、リオちゃんがね、やってるゲームでなんか言ってたんだよ、前。なんか忘れちゃったんだよね。リオちゃん前言ってたよね。え、言ってたでしょ。だから、わかっちゃうかなって思ったかなと思ったけど、忘れちゃう。伸びたっても、変えれば、さよなら、さよなら、さよなら。すいません、すいません、バイチバイ。オーメシスの動画。あ、いらっしゃいませ。え、まだ買える？まだ買えますよ。そっちの商品ですね。そうそう、こちら。どうですか？そう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 。これ、これ。そう、これがめっちゃ欲しかったの。これ 3D カタンですね。あ、そうそうそう、 3D カタンよ、これ欲しい。じゃあめちゃくちゃ欲しいんだけど。じゃあこちら商品ね、ちょっとみんな皆さんにねクイズ出してるんで、うんうんうん、ちょっとクイズね、はい、見てもらいましょうか。はいはい、ちょっと画像で用意してるんで、ちょっとこちらで、ね、見てもらいますね。うん、ではクイズこちらです。はい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 、カタンですね、うん、あのいろんな資源があるんですよ。そう、資源ありますよ。資源5種類ありまして、うん、木材、うん、鉱石、うん、羊、うん、あと2つは何と何でしたでしょうか。はいはいはい、私はもう分かります、これは。本当ですか。もうすぐ言えます。あ、本当に欲しいんですか。本当に欲しいです、これは、はい、いきますよ、はい、1つ目が、はい、麦。正解で、もう一個、あ、もう一個がね、はい、あのね、もう一個はね、もう分かんないけど、はい、茶色いんだよね。もう一個も絶対茶色くて、ね、で、四角いのよ。で、四角、待って、なんだっけな、どっちだっけ。どっち、あ、はい、いきますよ。どうぞ。もう一つは、はい、レンガ。もうレンガ、絶対レンガ、レンガだよ。出たぞ、いや、正解。いやが、うわ、こう土ですね。あ、そうそう、レンガか土なんだよね。うん、うわ、おち、これか。欲しいんですね、これは。あ、ください、ください。あ、本当に欲しいみたいですね。はい、はい、ください。あ、3D カタンどうぞ。やったー、ありがとう。はい、ワイドリー、ワイドリー。手回しのように。あ、お待たせしました。やっとだって、キモいになるんだったんでしょ。あ、すごい、お待たせしました。はい。本日こちらの商品ですね。お待たせしました。それが欲しかったの。それが欲しかったの。汗飛んでんですけど。こちらはポケモン25周年のパックになります。25周年アニバーサリーコレクション。新商品。こちら新商品ですね。ではこちら3ボックス。ちょっと待ってください。はいはいはい。あの転売防止のためにクイズを出してまして。はい、クイズ。でちょっとあの見てほしい動画があるんですね。動画、はい。じゃあ行きますよ。はい。これ見てくださいね。動画。何の動画。ああ、メンタルピカチュウ。メンタルピカチュウ、これメンタルピカチュウ、メンタルピカチュウ。知ってる。このくしゃくしゃした顔が可愛い映画ですね、これ。ピカピン。え？ちょっと声が気持ち悪いけど。こいつは。っていうこちらの動画。はい。このピカチュウは、はい、なんて言ったでしょうか。え？こちらのピカチュウはなんて言ったでしょうか。ピカピンだよね。そうです。ございます。早っ！サトシ。もう一回言ってください。サトシ。正解！早っ！早すぎ！ピカチュウは、うん、サトシだけ、うん、わかんだ。
知ってる、この日は本当はピカチュウを喋らせようとしていた。え、本当？そう、でもね、うん、大谷育英さんのピカチュウの声の表現力、うん、これでピカチュウはピカチュウピカピカだけになって、そうなの、ピカピってサトシって分かるようになってた。え、そうなんですか。だからピカピ、じゃあ、お借りになりますね。じゃあこちら、はい、サウンボックスです。サウンボックスいい、はい、この店いいね。どうぞ、またお越しください。行きます。やっとデュフーデュフーキモいらっしゃいませあー、すごい並びました。そう、50時間外で並びます。それはね、そうなんです。そうですか。ようやけたにはいる、並んでますよ、いっぱい。こちらどうぞ、こちらですよね。そう、こちらね、これはみんな並びましたよ。こちらがね、欲しかったですね。もうこちらみんなね、欲しがってて、ね、このね、レッド感がたまらないね。レッド感、こちらですね、あれですね、シュプリームのガンダムですね。シュプリームのガンダムなんだよ、これ。シュプリームね、コラボしてるんですよ、ガンダムね。シュプリームとコラボしてんの、今回。みんな欲しがっててね、ほんと50時間並んだかい、ね、うわすごい。これ皆さんね、ちょっとお買い物の皆さんにちょっと簡単なね、クイズ、簡単なクイズね、答えてもらってまして、本物がちょっとね、見てもらいたいんですけど、クイズ答えてもらいたいんですけど、ちょっとね、書いてもらいたいんですけど、書いてもらいたい、はい、シュプリームガンダムですね。正式名称をアルファベットで、シュプリームガンダム書いてください。どうぞ。あー、なるほどね。でもシュプリーム別に、ね、はい、好きじゃ、シュプリームガンダム欲しい人シュプリームって書けないかもしれないですけどね。でもシュプリーム好きな方はね、まあシュプリームってもうロゴがメインみたいなもんなんで、まあ確かにね、まあ、書けないことはないと思うんだけどね。多分大文字だもんだよな、シュプリームって。シュプリーム、あー3つぐらいかな。シュプリーム、シュプリームガンダムね。まあ好きだったらね、書けると思うんですけど、ね、まあほんと好きなんでね。うわ、ちょっと書けましたか。書けます。もう見せてください。それではシュプリームガンダムはこちらもう完全に、これ何、これ完全にほら、シュプリームガンダム、ほらガンディエムとも読めるしかも上のあなた、これローマ字読みみたいなもんですよね。いや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 、それがさ、味じゃん、シュプリームの。あ、ケンパイアお買いください。あなた、いや、悪質、とても悪質だ。はい、正解はこちらですね。ああ、見たことあるかな。ああ、はいはい、スプルメグンダムですよ。ああ、シュプルメグンダムね。あ、ガンダムね、ギリア、あ、似てるね。 A がないだけで、違います。 A も違うし、 A も違うし、 A が U ですから。ああ、はい、グンダムなんです。それだと思ってました、私。あ、そうですか。なんか間違えたって、悪質な方を買いかない。さようなら、さようなら。シュプリームは愛が3つ、愛が3つなんですよ。違います、変な情報じゃないけど、全然違うんで。はい、ということで、はい、3対2でベイちゃんの勝ち。イエイ、フィッシュ、イエイ。これ、テンパになって しないし。あんた、情弱すぎじゃん。シュプリームガンダム知らないなんて。知ってたし、シュプリームガンダムって。知ってなかったよね。知ってたし。ということで、皆さん、転売屋にはお気をつけください。お気をつけください。チャンネル登録とツイッターフォローもよろしくね。よろしくね。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。またね。てんてんバイバイ、てんばい、てんばい、てんばい、てんてんバイバイ、てんばい。私、本当に欲しいんです。